今日のこの福音、特にこの福音は、私たちが歩んでいる道、信仰の道をはっきり示し、そしてどれほど信仰の道が必要であるかを。信仰の道がないと私たちは信者にならない。キリスト、イエスクリストの証人とならない。あれはもうなんか、 一遍でとか、ちょっとだけの呼吸よりを聞いて、何とかして、そしてミッに行ったりするということで、クリスト者になることは非常に難しい。クリストはっきり言ってます。だから、偽善者よ。まず。偽善者はやっぱり、あの、外側現れる言葉、態度などと心と全く違う。正反対。 どこでわかるジョジがつくと。ちゃんとなんか、正しく話すとか、上手にしたりするとかね。たくさんの人がね、私たちも。そして相手には勧めを簡単に言えます。ああ、こうした方がいい。これを、これをしたら方がいいとか、ああ、これをしなさい。ああ、これはダメとかね、言う。もしかしたら正しいかもわからない。けど、 裏には偽善者であるから自分が捨てないので相手を裁く相手を責めるこれは信仰のない人偽善者信仰のある人つまりクリスト者は何ですか十字架に現れるクリスト裸そのまま私は弱い私は本当にもう何もできないぐらい何も分からないけれども クリストと共に十字架に貼り付けられて、クリストの命をいただいているから、十字架に残る。そして十字架の、えー、ザ・セイドと言いましょうか。ザ、ザから、教えることができます。どうして私の言葉は、あの、真実とつながっています。行いとつながっている。十字架にいるから。 だから、クリストの言葉、クリストの福音選挙は、一番福音選挙は何でしたか十字架の上で、御父よ。彼らを許してください。何をしているか分からないから、お願いします。私は今、十字架に貼り付けられているのは彼らのため、分からないから。滅びの道を歩んでいる目。目で見えない人であるから、何も分からないから、助けてほしい。救ってほしい。許してほしい。これは福音選挙。 だから宣教をし、司祭あの、そして、だけど、キリストーシャは、十字架に貼り付けられて話す。だから、時々、言葉もいらない。話し方たいのは、行ない。慈しみ、哀れみ、忍耐い。分かるこれです。<laughs> これです。だから、最後のね、福音の最後。人の口は、心から溢れ出ることを語るのである。 あふれ出るあのクリストがパンを増や,、えー、やした時には同じことになったでしょもう甘い余った甘った甘った,甘ったものをみんなに加えるこれクリストがあなた方が私の命を取るのではなく私はすでにあなた方に自ら命を与える。なぜ 私がその命がいっぱい、もう、永遠の命、溢れているから、与えても、すぐ、まだ、取ることができます。クリスト別のところでは、お前たちは自分の命を守るとすれば、それを養う。えー、失う。命をかける者は、それをもっと得るのである。どういう意味クリストの命があると、 私たちは命をかけることができます。だから、自分の中には、ね、その、マルタ、あるとつまり、私は、クリストを十字が、その十字がのマルタに貼り付けた。私。そしてクリストが私を許した。そういうことを、いつも、一日一日、一秒ごと,と言いましょうか。それを分かっている。いつも私の目の前に、私の罪と神の哀れみ。 クリストを見るそうしたら、相手に近づき、お前は今ね、兄弟よ。今間違っているよ。そして、いたところではの、あの、慈しみが現れます。愛現れます。裁きじゃなくて。あの、ひどい言葉を言っても、激しい言葉を言っても、相手を、あるいは子供とかね、叱っても、愛を持って叱る。わかるどうして自分が相手より優れていない。これは、良い。 準備をいただいた教育をいただいたクリスト者。剣そんなもの。自分がこれですよ。そして相手を連れることはできます。滅びの道じゃなくて信仰の道をつに連れるまでに連れる一緒に歩むこと。これ。だから準備されないと偽善者。ああ、私なんでも分かる。神より分かる。クリストより分かる。クリストはまあなんとかけど今の私の状態は違うよ。 な、なぜなに、な、何もしないのなぜ何もしないわかるこれは、先生よりも、師よりも優れたものと思っている人。信者も多いよ。こういう信者。こういう神父は考えられない。ほど、いっぱい。しかし、信仰の道を歩む人、自分が信者になることにも資格がない。今日、今、この、パンとブドウ酒をいただく、 資格がない。今週、少なくても一回相手を裁いたでしょだから相手を殺した。だから立って出,な出る方がいい。しかしそうじゃない。なんでクリストが愛しているから。この愛で満たされているもの、満ち溢れているものは裁くことができない。相手に真理を語る。けどこの、この座から。 この十字架の座から教える。この十字架の知恵を持って語る。宣福音選挙はこれである。だ,だから、選挙師は十字架に貼り付けられてないと、もう、なんていうのかな。あの、二,二世選挙師二世預言者二。二つの人生を送っている。表の人生、裏の人生。 お金について語るけど、自分がお金を愛着する。などなどでしょこれ宣教師だけではない。神父だけではない。お父さん、お母さん、未亡人、みんなそうです。若者もそう。だけど、私たちが、え、神に感謝しながら、教会では、この救いの御言葉を起きています。改心ができます。主よ今日私が何も見えない。助けてほしい。私の目を、マルタ。 マルタの前に開いてください。つまり、マルタの上にはクリストが貼り付けられている。マルタ、このマルタ、この十字架のマルタには、私の罪すべて書いている、書かれている。けど、すべてクリストの血で消されている。毎日、これをじっと見る。幻、見る人が、いつも憐れん意を持って、すべての人々に近づく。そして十字架に入る。 救いの従事家ですから私の許しの従事家ですからその問題 <laughs> その死その苦しみその悩みすべて私と多くの人々のための救いとなりますからそしてそしてクリストと結ばれて相手を目で見えない相手神を知らない神の愛を見てない信者であっても信者でなくても もし信者であって、文句を言って、もう聞きに入って、何も見えない。その兄弟、その主人、その奥さん、病気の主人。多分未信者の主人。お、ありは奥さん。もう聞きに入っている、息子娘絶対に髪を見てない、見たくない。その兄弟、その、愛している、方大切にしている、方をクリストの道まで。 あの導くことができます。クリストに愛されている私、あなた。私たちの目が彼の愛の前に開かれる。開かれたら、私たちは謙遜をもって、忍耐をもって、慈しみをもって、相手を導くことができます。もしかしたら死にかけている主人を、そこ、なんか、クリストと出会うまで、死によってクリストと出会うまで、 そばにいるだけで静かに祈ることだけによって主人を導くことができます同じように霊的に死んでいる息子娘友達知っている人のためにこれ福音宣教キ,キリストの教会に与えられている唯一な大切な務めです